決闘してしまった赤い青空を駆け抜ける雲のような雲吹き再び落ちる兄弟選手がエントリーしたこの大会、中でも兄弟タッチリレーが出現したのは奈良県チームの岡田兄弟、5区の兄武史から6区の弟和樹へとタッチがつながっています。さあということで、もう後半勝負に入ってきているというショートレンジの中学生区間、トップを行くのは宮城の三浦博樹君が今タイムを確認しました。その後方、栃木豊田幸輝選手が追いかけています。残りあと1キロを切ったという中学生区間なんですが、さてこの時点でお話を伺いたいんですが、原さん、優勝を狙う